はい、どうもヒーローゆうきです。今日はですね、家具が2つ届きました。はい、こちらですね、源氏木語りイエスウッドっていうメーカーの家具なんですけども、どちらも 100% 無垢材で作られた家具、値段が安くておしゃれ、コスパのいい家具ということなんで、今回はですね、パソコンデスクと丸型のローテーブル、この2つを作っていこうと思います。ではやってみましょう。ミリミリランド。はい、ではこちらから開けてみます。箱がね、すごい大きいんですよね。楽しみだな、どんな感じなんだろうね。おお、何やらいろいろ出てきましたよ。はい、こんな感じで発泡スチロールで梱包はしっかりしてます。足ですね、これローテーブルの足の部分です。全部出してみましょう。なんか金具ですね。天板もしっかり梱包されてます。傷つかないように。天板こんな感じ。あ、いい感じの無垢材ですね。で、裏面がこんな感じですよ。で、ここに足を取り付けるんですよね。じゃあこの上でやってみましょうか。簡単な説明書入ってました。で、今ね、中に入ってるの全部開けてみました。で、これが天板で、で、足が4本で、あと取り付けの金具、プレートとボルトナットで、あと六角レンチも入ってました。組み立て方はですね、なんかすごい簡単ですね。説明書見なくても分かる感じ。ここにネジ穴が切ってあって、ここですね、ここにこう、はい、ボルトで固定する感じで、足がこうなって、で、ここですね、ここ2つここをプレートで固定するんだ。これですね、このプレートでこうやってここを固定してこうつける。あ、簡単簡単。とりあえず仮止めですね。で、あと下も止めていきます。こちらのボルトとワッシャーで止めるんですけど、これ順番がまずね、この小さい輪っかを先に通してから、こっちの大きい輪っか、これを通すと、この順番、これでここの穴に固定していきます。あ、これはね、めっちゃ簡単。うん、子供でも作れる感じで、あとは六角で締めていきます。とりあえず仮止めで締めていって、全部入ったらあとは本締めをしていきます。はい、もうあっという間に片足がつきました。では反対側も同じようにやっていきます。じゃ、これはめちゃくちゃ簡単でいいですね。まずは足を固定します。で、ここに取り付け、はい、足の取り付けできました。完成です。よし、じゃあ起こしてみましょうか。せーの、ほい、こんな感じ。いいじゃん、おしゃれ、めっちゃおしゃれ。はい、で、足の先端についてるこれなんですけど、これね、くる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 回って、ここで高さ調整できるんですよ。高くしたり低くしたりで、これが1,2,3,4って4箇所ついてるので、それぞれ微妙な高さの調整っていうのもできるようになってます。こんな感じ。いや、なかなかいいですね。 100% 無垢材の丸型のローテーブルです。いやー、おしゃれおしゃれ。この足がね、ここがめっちゃおしゃれじゃないですか、これ。はい、こんな感じ。この木目がまたね、これがもう飽きのこない定番のデザイン、これがいいっすよね。実際に座ってみるとこんな感じです。ここで食事をしたり、コーヒーお茶飲んだり、読書したりとか、まあ、ちょうどいい高さですね。あと、ちゃぶ台として使えるなと思います。なんかこれ畳の部屋にも合いそうなので、畳の部屋にも持ってってみましょう。みるみるランド。今畳の部屋に来ましたけど、畳の部屋もしっくりきますね。めちゃくちゃいいんじゃないですか、これ。すごい畳に馴染んでます。やっぱ本当昔ながらのちゃぶ台って感じだけど、ちゃぶ台なんだけど足がおしゃれ、うん、
すごいおしゃれなちゃぶ台、丸型のローテーブル。そしてこれですね、周りが角張ってないんですよ。ここ丸まってるので、例えば小さいお子さんがいるご家庭でもボーンってねぶつけちゃっても痛くない。ここがすごいいいよね、ここのカーブ。ここね、ここがね角張ってないんですよ。丸くなってるから、はい、ぶつけてしまっても安心だよと。いや本当これ畳の部屋にもすごいぴったり馴染みます。はい、でこちらのサイズなんですけども、直径が75センチ、高さが30センチです。いやおしゃれなローテーブル、もうね組み立てもすごい簡単にできてよかったです。はい、じゃあもう一つのパソコンデスクも作っていきましょう。みるみるランド。はい、ではこちらのパソコンデスクも作っていきます。まずは開封ですね。こっちも発泡スチロールでしっかり梱包されてます。組み立て方の説明書入ってました。これも簡単そうですね。これが、あ、これ足ですね。開けてみよう。足が2本入ってます。あー、いい感じじゃないですか。これこんな感じの足、ちょっとね先端が細くなってるんですね。おしゃれですね、この足が。また引き出しもついてるんですね、最初から。で、これが金具、ボルトとかワッシャーとか入ってました。じゃあこの状態でもう足をね先につけちゃいたいと思います。で、これ足のここにボルトを差し込む穴が開いてます。あとねこの角のここに穴が開いてるので、ここにこう足をセットして、ここにボルトを差して固定するという感じです。簡単。さっきと同じくこのボルトにまずは小さいこのねスプリングワッシャーを入れてから、この大きい輪っかワッシャーを入れていくと、はい、これで止めていきます。今ね足4本目取り付けてるとこなんですけど、結構ね時間かかるんですよ。これここがね結構きつくて、で下の方ってこの状態だとくるくる回せないんですよね。だからこっち側にしてこれでやんなきゃいけなくて、でここ回すのに結構力いるので、やり方は簡単なんですけど結構ね時間はかかるかなと思います。こんな感じでねちょっとずつ締めていく感じなので、この付属の六角レンチだけでやろうと思うと結構時間かかりますね。これ足の取り付けができました。では起こしてみましょう。はい、こんな感じでできました。で、ここ引き出しになってます。これがいいね、引き出しの中はこんな感じ。特にね、横にあの金具とかがついてるタイプではなくて、ここに切り込みが入ってて、はい、こんな感じで、こっちの机の裏側、奥側なのかな、ここにパソコンのケーブルを通せるようにちょっとした切り込みが入ってます。さっきのローテーブルと同じようにね、ここ角がないんですよね。丸くなってるのでぶつけてしまっても怪我することがなく安心だよと。この質感がいいですね。いいですね、パソコンの作業しやすいですよこれ。ではサイズ測ってみます。幅が90センチで奥行きが50センチ、高さが76センチです。というわけでね、今回は原人木語りイエスウッドさんの家具2つ組み立ててみました。 100% 無垢天然木っていうのがねやっぱりすごい見た目がおしゃれですよね。はい、こちらね気になるぞという方は動画の下の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。というわけで今回の動画良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッター、フェイスブックなど SNS もやってますので、そちらも遊びに来てください。ではさようなら。